皆さんこんにちは、長岡莉子です。今回はですね、ちょっと皆さんに、一緒に見てもらいたい記事があって今回動画を撮っております。というのも、これ台湾のネットメディアの記事なんですけど、なぜか私がね取り上げていただいていて、その内容がねちょっと面白いというか、なんだこれっていう感じなんですよね。でまず記事を見てみましょう。こんな感じです。まあ、読めないですよね。中国語になるんですかね、台湾ってないと。なんとなくやっぱり漢字だから分かる漢字もあるわけじゃないですか。でタイトルをこう見てるとね、多分だけど意外っていう字があるでしょ。あと美しいに体とかあるし、あと F とか書いてあるんで、多分だけどこんな感じだけど意外といい体してんなこいつ、F カップあるんだってみたいな記事のタイトルだと思います。日本の俳優兼 YouTuber の長岡莉子は様々なジャンルの動画を撮影し、爽やかな笑いスタイルで人気を集め、2017年にはあるプチプラブランドの動画を上げて話題になった。多分ユニクロとかでしょうね。その時彼女は灰色のスポーツブラを着用して、それを紹介して思ったよりも露出をしていた。無理やり翻訳したりとかしてるから日本語がちょっと変な感じにはなってるんだけど、まあ、ざっくり言うとこんな感じの文章です。で下着の機能を確認するために自分で着てみて真剣に解説した。500着以上の下着だけでは超強い安定性があることに驚いたが、ちょっとこの辺はちょっとよく分からなかったです。ユーザーが注文したのは傲慢で肌が白くて柔らかいというほか、胸の形もしっかりしていることだ書かれてます。見てる方としてはもう胸ばっかり見てますよっていうのを書かれてます。胸の形が美しいので多くの女性のネットユーザーが奈良岡莉子の胸の秘訣について聞いていました。そうですね、最近バストケアの動画もあるので、それを普段からまあ胸を張って姿勢を正しくして、それプラスあとベビーオイルでね、私はマッサージをこの胸の下にある左右のリンパをマッサージすることを教えていた。そして全体でね、トータル見たらタイトルかな、タイトルだか本文の中にワンピースのナビのような、体つきっていう風に言われてるらしいです。ナビ爆乳じゃん。ちょっとさすがに全然違います。あの人はもうまず30頭身ぐらいあるでしょ。めちゃくちゃスタイルいいでしょ。私は顔でかいし、あと父も実際ね、その言われてるほどでかくはないですよ。台湾のネットメディアでこういう風に取り上げていただいてすごい嬉しいです。私多分海外系のこういうのに上げてもらうのは初めてだったのでびっくりしました。ってことは台湾の方でやっぱ見てくださってる方がいるっていうことですか。台湾の方、シェイシェイかな、せいせいとか、そんな感じですかね。しかもなんか記事にね、使ってもらってる写真が、まあ見事に全部ね、いい感じで漏れてるやつを全部載せてくれてたので、多分これ書いてくださった方、相当優しいです。で、おかげさまで、インスタグラムのフォロワーさんが、本当に多分、本当にこれを見て、フォローとかしてくださった方が、もう500人ぐらいいまして、私、インスタグラムのフォロワー全然いないんですよ。5000人いないぐらいなんですけど、なんかいきなりドドドドドドって通知が来たんで、さすがに通知をオフにしました。私なんかを取り上げていただいて、まずありがとうございますっていうところではあるんですけど、ちょっと不思議だよね。どういうところでなんかこういう風に書かれてるのか、誰が書いてるのか、ちょっと気になります。だし、あとちょうど今私台湾行ってみたいなと思ってたんで、ぜひ、台湾でお仕事をお待ちしてます。まあ、ちょくちょくね、なんかこう、まとめサイトとかにはね、載せていただいてるみたいで、それはありがたいので、ぜひ、そういうね、まとめサイトだったり、ウェブ系のこういう記事とかね、書いてる方、ライターさんとかいれば、ガンガン私、書いてください。写真もいっぱい使ってください。そして、なんかこんな記事出てるけど大丈夫みたいなのあったら、ぜひ教えてください。バシバシいじっていきたいと思います。ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、Instagram のフォローもしてみてください。奈良岡莉子でした。バイバーイ。